どうも、安村 TV の安村です。はい。そして、ドヤさんです。お願いします。はい。ということでですね、今日も、レッツゴルフ銀座さんからお届けさせていただいております。はい。今日なんか、どちらかというと、ドヤさんからの、ちょっと持ち込みの持ち込み、これできてね、人多いぞみたいな。ああ、まあまあ、そうだね。まあ、プラス、まあ、あの視聴者の皆さんにお伝えしたいことと、それに伴ったこう安くんのスイング、ね、にこう直結するようなことをまあお伝えしていければいいかなと思いますね、はい、今回のテーマは手首腕手首腕、前腕あいいですね、まあ、最近のスイングとかっていうと、やっぱり体中心になっちゃって、そうですよ、ね、レッスンする人たちにも今どういうことを悩んでますかって言って、で飛距離が飛ばないんですよ、はいはい、方向性が、あんまりまっすぐじゃないっていう時に、はい、じゃあ何を気をつけてるんですかって聞くと、はいはい、いやトップの位置とか、はい、トップの位置を意識、あとバックスイングの角度とか、 あとフォロースルーのどうやって持っていくとかっていうのをやってるんですけども、でもそれが方向性とかに直結してるとは言い難い人たちはが多い。なるほど、うん、まあ、飛距離も含めて、そうそう、飛距離も含めてっていう感じで、クラブを操作するのはまあ手と腕なんで、それをうまく動かせるようにしていくと。で、まあ、ヤス君の場合だと手首とか腕をうまく動かせてる感じはあったりする。あ、そうなんですか。え、僕ですか、うん、僕の感覚で、自分の感覚うまく動かせてるかって言ったら分かんないですけど、うん、まあ、全く使えてない方だとは思わないです。ああ、思わないね、はい、そこを使えるようになると、ボールに回転をかけられるんですよね。ああ、それで言うと全く使えてない、はい、その感覚は本当にないです。なるほど。だから、まあ、仮に言うとコマだってさ、コマだって自分でこうやって回転、こう時計回り、反時計回り回転かける、それをさ、コマをね、自分の体を使ってこうやってかけるとかこうやってかけるとかはしないじゃん。確かに、その例えいいですね。そう、それ確かに近いですね。結局、だペットボトルとかの蓋も開けるときにこうやってこうやってとか開けない。結構いいですね。はい、結構いいですね。だからそういういろんな例えたときには、うん、絶対に軸が動いてないわけ。コマを回すときに、こう手の、まあ、こうそう、まあ、コースね。そう。だから一番よく言うのが、みんな字って書けるじゃない。ああ、字って書く、字書くときにここを動かすでしょ、はあ、体を動かすのかっていう、字をこう鉛筆で、まあ、習字とかだとなんかこう、いや習字でもこう、まあ、こういうのだったらあれですけど、やっぱゴルフをするときもその軸がやっぱり軸を何かやらかそうとしてると根本から全て変えなきゃいけないから、根本変えちゃうとやっぱ感覚も変えなきゃいけないから。でもよく言いますもんね、やっぱ手の動き、手打ちとか、うん、要は手がちゃんと使えるようになった上で、そう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 、体の動きが必要になってくるって。そうそう、で、うん、そうだから、しかもだってコマとかに関して言うとね、うんうん、その軸がブレてたらむしろこうちゃんと回らないわけじゃないですか。だから多分そこの軸の動きと、うん、体を使うっていうことがもうごっちゃになってます。そこの観点がちょっとずれ始めてる人たちがすごい悩んでるからっていう人たちが多い、うん、じゃあこれ、ま、今日は前腕、うん、腕の使い方、うん、そうそう、手首とかね、手首、腕、うんうん、これのなんかドリルみたいな感じですか。そうですね、ドリルっていうか、これできないとまずうまく動かせないよっていうところ、知識も含めての、そう、知識も含めて、その初歩的なところがみんなできてるかどうか。で、これはこのヤスゴル TV、 あ、今この、ね、レッスン会を見ながらも、うん、みんな結構ね、あのヤスゴル TV はもうなんかボーっとじゃ、うん、ってこう、ヤスゴルは脳死状態で見れるっていうのが売りですから。そう、そう、今日はちょっと脳活性化してあの見てほしいなっていう感じです。今日は脳を使う回です。はい、そうです。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ、はい、男性の場合だと、ウェッジがいいかな。ウェッジ、うん、ウェッジで、まあいいや、ウェッジをこう垂直に、腕を伸ばして垂直に上げますと、で、ここからできればここが今軸です。体、まあもちろん体の軸もあるんだけども、肘から下が軸です。で、ここからクラブを右に倒していきます。こう右に、ああ、まあ腕を動かさずに、そう、動かさずに、まあ、肘はこの時に若干こう上を
そうそうそう、もうだからね、そう構えてる時からできれば肘はそれなりに下を向いといてほしい。肘の方、あ、いや、こう、そう、内側じゃなくて、うん、そう、こうってことですか。うん、そう。で、まずはこうやって構えてもらって、そこからグッと倒して、で、こっからそのままこう持ってきます。で、この時にグッと倒して左にこうローテーションをさせるんですけども、ローテーションをさせる時に注意しなきゃいけないのが、このまま平行では、平行だって垂れたりしちゃいけないんですよ。こっから左斜め上にグッとこう上げて、右手が背屈してるような感じ。こっから背屈ね、こうね、これが左手でもこっから同じような感じでこうで、これを連続していくと、ちょっとた、あ、平行、プロペラみたいにぐるぐるこう回していきます。ぐるぐるこう回していくときに絶対にここを動かさないで、で、みんなはシャフトが自分の体の方向に向いてるときに、みんな肘を大体曲げやすくなるんですよ。ここが腕、親指の腱がきつくなるんで、で、そうなると肘が曲がっちゃうんで、これがなんでこう肘を伸ばしたままこれをやってほしいかっていうと、これって結局コックなんですよね。あ、うん、こういう動きってコックで、こう横に動くのヒンジって言うんですけど、このコックがみんなうまくいかない。で、結構大人から始めた人たちっていうのはこっちになかなかいかないと。うん、一回安くやってみようか。まあ、普通にじゃあグリップした感じから、そうから、そう持って垂直で、ここから右に倒して、こうですね。で、ここから左斜め上に行くと、この時にこれをあれですね、そうそう、あ、そうそうそう、で、こう回る、そうそうそう、で、ここからこういう感じで、こうなる時こうやってやりたくなるの。なります、なります。そう、でもやっちゃダメ、押さえる、そう、押さえる、あー、ちょっと待ってますね、OK。ああ、いけるいける、おお、うまいうまいうまい、ああ、結構うまい。で、この、うん、ここの一番ここでね、きついって言ってた時に、うん、確かにここきついんですけど、うん、ちょっとここ、ここが、うん、この開いちゃうんですよ、こう、うん、こうなって、こう来て、うん、こうなった、開くね、ここ開くじゃないですか、ね、これはいいんですか。で、それは、ジュニアからやってる人たちは開かない。ジュニアからやってる人たちって親指がここにくっつくの。ああ、でも柔らかい。でもこっちは俺でも、ああ、でもめっちゃ柔らかい。マジっすか。あれ、え、向いてんじゃん。向いてる、ゴルフ。僕らはもう二十歳過ぎてやってるんで、ある程度骨とかは形成されちゃってる状態、筋肉とかもね。で、それでお仕事とかで重たいものを持ってる人たちとっていうのは、はい、こっちのグッてこういうこっちの筋肉使うんですよ、こっちの筋肉、うん、で、こっちの筋肉が発達しすぎるとどういう影響を及ぼすかっていうと、すくっちゃうんですよ、レートヒットして、こう、こういう動きが強くなっちゃう、もともとこうやってずっと使ってるから、なので逆にこっちが弱かったりするんですよ、そう、この上の筋肉っていうか、だからそれをうまく使えるようにしなきゃいけない、うん、ゴルフっていうのは、こういう動きがあるじゃないですか、うんうん、この動きはスイングにおいては、うん、どこでの、ああ、いい質問ですね、いい質問これね、みんな知りたい、一回ね、正面、安くん正面見てもらって、はい、で、グリップしてここで持って、で、ここで持って、右手左手とさっきと同じようなこういう動きをするじゃない、で、腕伸ばしながら、これを皆さんはここで、まあ、今体の正面で今見てる人たちもね、やってるかもしれないですけど、こっからやや体の右側に持ってきてください、右側でこういう動きをする、で、これがどん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 ここもこうやってこうやって大きくなってくると、こっからテイクバックしてシャローになって、バチンってこういう形になってくるんですね。なるほど、あ、本当だ。で、みんなはそのシャローとかシャローイングとかっていうのはみんなよくやってるんだけど、なんか P1 とか P2 とかあるの、はい、これがこういって、で、この体をこう使うとかってそれはディスってますこれをみんなこうやってやってて、みんなこうやって入ってくるからシャンクするんだよ。確かに確かに、こうね、捕まらなかったりシャンクする人、で、
こういう動きを体の右側でこういう動きをやってて、これがどん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 こうやってこうやってこうなってる時点でこれがシャローなんですよ。ああ確かに。でこれでこうやってこう、まあ、この左斜め上にこう持っていく作業っていうのがクラブをこう立たせてくることになってくる、はい、でこうやっていかないとみんなこういう感じになる。でさっき言ったこっから右手がこうやって平行移動はしちゃダメ、こっちに下がったりもダメっていうのはこっから来てこねくり回しちゃうから手が浮くんですよ、はあ、うん、手が浮いてしまうんで、それだとチーピンが出たりとかシャンク全て出やすいっていう感じ、はあ、なのでこっからこうこうこうやって立たせてくるとシャクトが立ってる状態なので、フォロースルーで、はあ、シャクトが立ってればほぼほぼ左に行くことないんですよ、はあ、これが打った後シャフトがこうやってなってる人たちっていうのはもう危ない、デンジャーですね。僕今つながりました。繋がるでしょ。あの柔軟性があって、うんうん、でも頑張ってない人、うん、手首が頑張ってない人は、うん、このままこっちに垂れていって、捕まりすぎたり、まあ、捕まりすぎたり引っかきが出ちゃうと、こういうで手首の柔軟性がそもそも足りてない人は、うん、こういってここでこうこうなっちゃうわけじゃないですか。そう、これってこれ あれっすよ、俺分かりました。あれっす、何かこれあれ分かりました。これは、うん、こうっすよね、この状態を生み出しますよ、ね、あー生み出すね、肘が引けるで、特に男性もいるんですけど、これ特に女性に多い、肘引け問題。あ、女性の方が多いんすか。女性は大体肘引けるから。僕も結構引けてましたよ。なるほどね。最初は分かんないんですよね、引けてる感覚が。そのこの回転運動っていうのが結構分かってないと、その自分の肘を使ってクラブを持ち上げようとする、うん、でこっからこうやって振ろうとしたら持ち上げようとするんで、はいはい、別に遠心力に頼れば勝手に上がっていくものを自力で上げようとしてしまうんで、まあ逆にパワーロスになりやすいっていう部分ですね。ちょっとそれを意識して一回打ってみてもいいですか。うんうん、いいよ、7本ぐらいに。ああ、うん、で最初はそのちょっと使いすぎちゃってもいいのよ。で使える、もう本当にこねくり回せるぐらいにしていって抑えるっていうことが始まるんで、まあそこはちょっと端折りますけど、うん、あ、なんかこれはちょっとなんかやりすぎな感じ。いや、いいんだよいいんだよ。あなんかすごいドロー打ちたがってるね。ああ、今のは右プッシュなんだよね。ああ、それでもうちょっとヤス君の場合はこっからこう来て、これができなきゃいけない。ああ、じゃあもっと使っていいんだ、うん、要はこっからクラブがまだ起こしきれてない状態、ああ起こしきれてない状態でこう当たってるから、ああで今はシャローになるからクラブは寝るんですよ。ああ、寝るんで寝たものを起こさないといけない、もっと早めに起こしてあげない。そうで、これみんなも知っておいてほしいんだけども、うん、まあトップでクロスする人とかっていうのはトップで起きてる状態です。形で言えば分かるんだけども、この状態が起きてるんですよ。でこの状態が寝てるんですよ、うん、でまずいきます。テイクバックでインサイドに上げやすい人っていうのは寝て起き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 て寝ちゃうみたいな、もう大事な時に寝ちゃう。ここで打ってんだ球を。そう、サイクル的には一番効率がいいのは起きてる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 、で12時になったら寝る、寝る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 、で6時にまた起きるっていうわけですね。起きる。そう、大事な時に起きるそう、サイクルがある。そう、おっきしてくださいって、ね、そう
だから、まあ、急激にインサイドにも引きすぎてはいけませんね、うん、これだから起こす寝る起こすだからそうそうそう起きる寝る起きるおおどう今起きたほらドローじゃんこのぐらい使うんだそうそうそうでもそれを正しい方向性で使っていかないとああチーピンプッシュシャンク出るこれ分かりましたまとめとしてはですよ、うん、で結局まあ今、まあ、この昨今のゴルフ理論の流行りによってのものも大きいでしょうけど、うん、やっぱ体だけを使いすぎちゃってる人がいるそうそういっぱいいるでも、はい、とはいえ体をは使うなって話じゃなくて体はもちろん使うんだけど、うん、その前にやっぱりクラブに一番近いところである手の動きっていうのをしっかりできていないとそんな動きをいろいろやってもまあ無駄になってしまうとそうそれでねこれ結構ちょっと実は割と感覚的な話でもありますよねそう感覚的な話でもあるんで、まあ、特にこう、まあ、安ゴルを見てる皆さんで、まあ、初心者の方々も、まあ、いるかもしれない、はい、あとはもうベテラン組、うん、安ゴルを見てるベテラン組のメンバーの人とかもそうですしそういう人たちがゴルフを初心者の人になんか教えなきゃいけない状況ってあると思うんですよなんか会社の部下が新入社員のところ入ってきて、はい、コンペがある、はい、でどうにかしなきゃいけない、うん、っていう時にこういう動かし方なんだよクラブはって言ってあげるとそっから流行りのね、うん、イマジネーションイマジネーションそういやでもこれ、まあ、このドリルとして、うん、この片手ずつねこう、うん、まずここを曲げてで肘を動かさずにそうでこっちきついからねいや安く結構できてるからこれは、まあ、僕がハンドボールやってたのがそう結構あるじゃないですか。これを両手ともにやるんですよね。そうそうそう。こっちとね。でね、これがね、やっぱりぐるぐる回せない人多いから、いや本当に手首はちなみにゴリゴリになってますから。そうそう。本当に。だからかなり僕とかももうほぼほぼ慢性的な腱鞘炎なんですけど、やっぱりそこを使っていくコックを使っていく分だけ、まあその中でインパクトしたりとかするんで、まあ衝撃がこう伝わってしまうっていう感じなんですね。うん、まあだからこれねやってみるといろいろ繰り返してでさっき、まあ、できるようになってきたらこのスイングのアドレスを取ってここでやってであと体をちょっと揺らしてみると、うんうんうん、あそんな感じなのかっていうのは分かるの で、ね、あくまで こっち側をねみんなこう気にしすぎですけどやっぱこっからも全然やることはあるということで、うん、そうそうそうまあだから本当に今日はまあ肘の引けとかそう、まあ、飛ばないとか、うん、あとまあ方向性が定まらないもう結構全部に共通した最初に多分知っておくべきことっていうのをう、ねうんまあ、土屋さんは実はやってくれたのかちょっと待ってねボールが逃げるからじゃあ体の動き今こうなってるからこうしましょうとかっていうんじゃなくてまずは自分であのボールを、まあ、捉えられないとそこは話にならなくなっちゃう、まあ、だからこれだから捕まんない人とかは、うん、逆にねこういう動きをした方が、うん、その時は捕まったりとかするわけですよね、まあ、でも最適な軌道クラブに対して、うん、こういう最適な動きっていうのはここなんで、うん、その時々の自分の状況に合わせてでもこういう動きでここで寝てたり、うん、ここで立ってたりすると、うんうん、捕まる捕まらないみたいなのがあるっていうことを知っておくだけで、まあ、なんか練習の ね、基準になったりすると思うんでじゃあ 前さその舞ちゃんをラウンドした時ちょっとこれやったやりましたねやった瞬間にあの子はめちゃめちゃできるタイプですねそうすごい、まあ、ヒュンってこうチーピンが見てくださいこの前ぐらいに、ね、流れてると思うんですよねということでね、このドリル自体は、はいまあ、そんなにこう、まあ、すぐできることなので、うん、よかったら、やってみてですね、はいまあ、結構しんどいんで、あんまりやりすぎてね、手首痛めたりしないようにしてください。そうそうまあ、まず軽めのクラブからやったらいいんじゃないかなと思っております。はい、はい、ということで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラム、ツイッターもフォローお願いします。で、ドゥヤさんの、インスタグラムも、概要欄から、リンク貼っておきますので、ぜひ、レッスンを受けたいっていう方は、皆さんにね、DM を送ってみてください。そして、ここ、レッツゴルフ銀座さん、非常にね、立地のいい、すごく使いやすいスタジオになっておりますので、よかったら、ぜひ使ってみてください。ということで、次回も見てください。はい、バイバイ。